スーパーマリスーパーマリススーパースーパーマリオメーカー。どうもこんにちは、ビクトです。今回はですね、まあ、発売されたばっかのマリオメーカー2やっていこうかなと思いますので、今回はアビブさんが実況者にね、優しすぎるコースをね、作ってくれたんで、ちょっとやっていこうかなと思います。実況者や動画投稿者への優しさが盛り込まれたステージ、編集や見せ場の作りやすさを意識して作ってみました。楽しんでいただければ幸いです。クリア率がね 2.3% とね、もう本当に優しいのかよくわかんないコースになっていますね。さすが、やっていきましょう。あ、ちなみに僕ね、マリオメーカーの腕前なんですけど、この前生放送でやった時、まあ、クリア率 1% ぐらいのコースね、クリアしました。まあ、40分かかったんですけど。ということで、やっていきましょう。実況者に優しすぎるコース。どうなんだろう、いきなりなんか、うわ、どうやっていくんこれ。は、あ、なるほど。これでスターを出すみたいな。なんだこれ。待って、初手わかんないぞ。初っ端からわからん。これ何すればいいのこれ。スターがさ、Pスイッチを押してくれるわけじゃないでしょ。何これ、やばい。これしかもさ、多分さ、マリオ U とかでしょ。俺さ、スーパーマリオワールドまでしかわかんないからさ、ちょっと。あ、来た、なんか来た、なんか来た。あ、よかった。あ、上で敵が現れてくれると。あ、これをうまく連れていって、うまく連れていってわかんないけど、なんか知らんけど進んだわ、ラッキー。よっしゃ。あ、中間、もう中間、早くない。あ、すごい爽快、めっちゃ爽快なんだけど、リアクション取りやすくしてくれたんかな、これは。いや、さすが、分かってますアビブさん、さすがっすわアビブさん。で、また中間と、めっちゃ中間ある。待って、入る場所5つあんな。まあ、1個ずつ入って、いや、あえての、あ、でもなんかいきなり正解出すのもやだな。ちょっと左側から行ってみましょう。なんかさ、初見殺しみたいなあるんじゃないの。ヒップドロップでなんとかなるんじゃない。なるほどね。じゃあ右行くぜ。右側行きましょう。どうせ右側も死ぬんだろこれ。ちょ、同じだけど。待って、ちょ今一瞬生き残れちゃったと思っちゃったんだけど、まあ、どっちにしろ戻れないからな。じゃあここ、じゃあここだな。なんかあんまり逆に正解引きたくないけど、これはこっか。おお、おお、正解っぽくね。いた。なんかゴール見えたけど、じゃあここはどうかな。ここ真ん中は、あれ、普通の土管だ。ここは何にもない。あ、これあれか、マリオ U じゃなくて、なんだっけ、 3D ワールドだっけ。俺 3D ワールドやったことないんだよね。なんか猫マリオとかいるっぽいけど、俺猫マリオ知らないんだよね。待って、これはどうなってる、どうなってる、どうなってる。なんかある、ゴールかなこれ、もしかしたら。ワンチャン普通にゴールに繋がってそうじゃない。ちょっと待って、ちょっと喋れないです、すいません。一番右行きますか。一番右どんな感じだろう。あははは、見覚えがある、見覚え。なにこれ、なにこれ、この透明なブロック何。あ、下から水が迫ってきてるってことは、まあ普通に戻れるってことかな。ヒップドロップしても何も起きない。あ、なるほど。あ、もう死んでくださいってそういうこと。あ自殺ね。はい、じゃあ一番左、これが正解っぽいね。ちょっとやっていきましょう。まあこれはなんていうんだ、台風うまいこと乗っていけばクリアできるから。これなんかくるくるして、いや正直さ、これ 2% が嘘だろうと思ったけどさ、ちょ、これ地味に難しいんだけど。これ調整むずくね。調整むずくないこれ。まあもうマリオマスターの僕からしたら、もうこんなんちょろいもんですよ。ここだな。調整マジでむずいんですけど、マジでむずい。ちょっと待って、調整マジでむずい。チャンネル TV、 もうわかりました。繊細な動きでここでジャンプ、勢いつけて、こっからのす、まあ、攻略の鍵は、奥から3番目、ここで勢いつけすぎ。おいおい、想像以上に難しいじゃんかよ。ここで、こういけ、よし、いけたよ。今なんかすごい片言になんなかった今。いけちゃうよみたいな。片言ない。俺の中のなんか先祖に外国人がもしかしたらいるかもしれない。勢いでなんかいけそうな気がしない。なんかもういけ、無理ですね。こんなのテクニックなんていらないんだよ。ご両親なんとかなるぞい。いやでも正直変に考えるより、なんかノリで行った方が意外といけたりするんだよ。アブさん、あー、扉がある。いやー、アブさん、クリアさせてください。でも入っちゃう。なんだこれ、何これ、どこに繋がってんのこれ。気になる。何、どこ、ここアブさん、これは、あ、カロン。あ、これ最初のステージか。あ、もしかしてだけどこれ初っ端クリアできたってこと。じゃあ一応最後まで行ってみるか。いや、何あの手裏剣のやつ、あんなやつ初めて見たんだけど。このなんかガチガチしてるやつも初めて見た。
え、まさかだけど、え、あんなギミックやる必要なかったってことこれ。でもそんな場所なかったよな。あれ、あ、ここになんかある。はい、おー、1アップ、イエーイ、ありがとう、ありがとうございます。あ、そういうわけ、待って、あ、びっくりした、びっくりした、手裏剣貫通してくるかと思った、危なかった。いやー、でもちょっと最後さ、あれめっちゃ難しいわ。さすが2パーナだけあるわ。みんなあれだね、アブさんって言いながらやればクリアできると思います。待って、これさ本当に戻れる、アブさん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 、ありがとうございます。楽しかった。待って、もう死んでる、待って、ちょ、今顔面ぐちゃぐちゃにならなかった、今いや、楽しかったわ、ありがとうございます。まあ、ということでもう1ステージねやろうかなと思ったんで、まあ、せっかくなんでね、実況者が作ったコースやろうってことで、まあ、木工スペシャルやっていこうかなと思います。でクリア率がまあ 5.15% なんで、まあ、さっきよりはまあ比較的簡単なんじゃないかなってことでやっていきましょう。木工さん、じゃなるべくね、大パンはしないように気をつけますってことで、木工スペシャルやっていきましょう。みーめっちゃおじさんなんだけど大丈夫かなあれなんでおじさんなんだろう。 5% か、なんだこれ、最初これコイン、まあ、特に意味はないと。あ、マリオワールドだ。俺一番好きなんだよね、マリオワールドが。このグラフィックといい、なんかこの音楽と、あー、ブス、危なかった今、アビブさんでしたね今。まあ、クッパ避けて、こっち側は多分なんかキノコとかある感じかな。あ、来た、ナイスナイス、おい、クリボン、このクリボンは何なんだろう。まあいいや、とりあえず放置しておこう。でこっち側進んでいく、進んでいく、ワンワン届くんじゃないのこれ。ワンワン来る、ワンワン避けて、避けて、ちっちゃいワンワンいるな。これダッシュで、あ、これ届かないよね確か。そうだ、ちっちゃいワンワンは届かないはずだから、これは、あ、カメックがいる、カメックがいるな。あそこにジャンプ台もあるんだよね。これちょっとうざいな、ちょ、うざすぎるこれ。取って、あ、危ないよ、あ、これはここ関係ない、危ないよ、ここ行けってことか。ここ行ける、待って、はい、はい、待って、はい、オッケー、あっ、ちょ、そう簡単にはいかないか。え、ここ行けなかったらどこ行けばいいんだ。ジャンプ台使ってどっか上行く場所あった。痛い、届くのかよ、届くのかよ普通に。ワンワンが来るよ、ワンワン来るよ。あ、ここか、ここだな。オッケーオッケーオッケー、ちょ待って、これ届く、これ多分ワンワンがいるけど、多分ここじゃないと届かないような気がする。いや、届くか、はい、オッケー、ナイスナイス。でこっち、火が怖いな、火怖すぎるこれ。はい、避けてく、避けてく。で、テレサも、いや待って、降ってくる、やだ、死ぬ、熱い、熱くないけど熱い。オッケー、ナイス、火いけた。でいいタイミングでここ行く。でこれどうすんだこれ、は、上行けるこれ、上のこの炎邪魔だな。で待って、今、よし、あれ、なんもない、上、あったー、そうだよねそうだよね。でここ上行くと、オッケーオッケー、正規ルートなんじゃないのこれ、ちゃんと。よし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 、あっつい、炎が来るから一回気をつけて、もう上行った時にあの炎が出てくるまで待とう。あ、これちょっとタイミング悪いな、これ食らわないよね。オッケーオッケーオッケー、もうケツ燃えてる、ケツが燃えてる今もう完全、なんか来てる、いつの間にか、あ、危ない、よし、でこれはいける、よし、オッケーオッケーオッケー。普通のテレサの存在もあったのか。で上から降ってくるから、降ってきたのを見てから行こう。降ってくるよね、降ってくるよね。でここ消えて、パッ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 、オッケー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 、よし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 。なんだこれ、なにこれ、え、これさ、なんだっけこれ、これテレサじゃないんだよね、名前なんか名前違うよね。おお、ラッキー、あざす、おお、鍵だ、やった。なんかさ、あの床にひっついてるやつってさ、あれテレサじゃないんだよね確か。やだー、あ、なるほど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 、リーチ、なるほどリーチ、オッケーオッケー、はい。まあ、ここはもうスターでノリでいっちゃえと。え、これ跳ねない、跳ねなくて大丈夫かな、跳ねないといけないみたいな感じだったら嫌なんだけど。あれ、これスターもしかして連続で出していかないとダメなやつ。おー、跳ねた、ありがて、あれ待って、ちょ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 待っておいおい、通れなかったよ今、おい、痛いっし、痛い、やばい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 、おいおい銀さんみたいな声出た今、おいって銀さん、銀さんが言いそうな言葉出たな。待って待って待って、危なくない、危なくない、よし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 、ナイスナイスナイス、このままノリでいっちゃうよ、ノリでいっちゃう、よし、オッケー。もうここまで一回、ここまでいっちゃえばもう羽がもらえるから。で炎気をつけようね、炎来るよ、ここ炎気をつけて、よしよしよし。で消えるのをしっかりと見てから、バッコリと見て、よし、オッケー。でここはコインも取っていく、であとは羽がもらえるから、いや、ノーミスでいきたいな、もうこっから。羽くれ、羽羽、よし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 、
で、はい。オッケー。で、スター来るから、早めに、ここ来る、なんで俺、ちょっと待って。ちょ、俺、マジでさ、マジでちょっと雑魚すぎないか、今の。なんで俺、これ毎回食らうんだろう。まあ、とりあえず、ここは、スターでね、もうパチパチパチっと行っちゃいましょう。で、はい、オッケー。で、ここ、羽もらえるから、待って。はい、オッケー。ちゃんと羽、ここ取ろう。よし。よし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 。で、ドッスンが来る場所があるんだよね。もう覚えてるよ、俺。しっかりと覚えていますよ。で、ここ来る。で、ここ、カツンカツンと。オッケー。で、ここも来ると。まあ、ここは慎重にね、行っても時間的には余裕あるから大丈夫だよ。で、なんかこれ、しょうもない感じでさ、間に入って食らうみたいな多いから、間に入らない。よし、オッケー。中間欲しいな、中間。あ、終わり？終わりじゃなさそうだな。これどこに繋がってんだ、これ。どこ？あ、なんか書いてある。ん？そういうわけではない。なんだこれ。とりあえず、ブロック、くるくる刺していっちゃう。あー、ナイス、キノコ。なんだこれ。ここか？なんだこれ、記号かな、なんかの。全然わかんねえ。あ！わかった！顔文字か！顔文字か！ようやくわかったわ。よく見たらこれ顔文字になってんすよね、これ、モコウ先生の。多分そうだよね。あ、壊しちゃった。で、ここ入っていくと。で、入って、なんか、待って、パックン来るよ、パックン来るよ。パックン来る。あー、ちょっと待って、トゲゾウが、うわー、待って、やばい、やばい、陰キャ、陰キャ来た。お、陰キャ！くそ、危ねえ。もうメガネだけで陰キャっていうのやめたい。で、これコイン取っといて、多分 P スイッチが出てくるパーティーんだよね。で、まあこれはもう普通に、ちょっとやめて、プレイステーション飛んでくるからやめて。で、これで、はい、ね、ここ奥に入ると。で、これで、ばっこりとクリアしていくー。オッケーナイス。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画楽しんでくれたら、高評価、チャンネル登録してくれると嬉しいです。ということで、また次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイ！